愛妻シマンチ YouTuber ヒデマンです。今日はですね、日本最南端のマクドナルドを紹介したいと思います。今日もヨちゃんにちょっとカメラマンお願いします。ヨちゃんお願いします。はい、お願いします。早速いきますか。はい、石垣島のマクドナルドですね、三栄っていうスーパーがあって、そのスーパーに隣接されてるんですよ。でドライブスルーがついてるんで、今日はドライブスルーで注文して海の見えるところで食べたいと思います。どこの海で食べるかちょっとヨちゃん考えておいてね。おーい、これね、これ石垣島こんなに渋滞、これもう渋滞なんですよ石垣島って。俺らが小学校の頃とかこんなに車が並んでたらもう、わー渋滞してるってみんな喜んでたわよ。じゃあ3位に入ります。マックもないつも渋滞してるけど今日どんだかな。あ、空いてる、空いてますね。いらっしゃいませ、注文お伺いします。月見バーガー。あ、じゃあ月見で。画面の様子がなければお進みください。お待たせしました。ありがとうございます。よし、じゃあ何分ぐらい、3分ぐらいかな、受け取れたんで、せっかくなんで海を見ながら食べたいと思います。この海がいいかな、今日風が強いけどなんだかなんだいい天気だな。そうですね。さあマックからね、5分ぐらいかな、ちょっとおすすめのスポットがあるんで、ほら車もいっぱい止まってる。ほら、いろんな人がいるわよ。あ、めっちゃ車多いな、めっちゃ渋滞してる。ここで海マックやるか。ここで見てください、海を見ながらマック食べたらもうそこは海マックですよ。ケチャップちょうだいっていうの忘れた、見て、ヘルちゃん。はい、やっぱりね、地元の人かな、結構いるな。結構いてますね。みんなやっぱり海を見たいんだよ。土平日ですよ、今日。そうだよな、めっちゃ土平日の何時ですか、今2時ぐらいですか。2時半にね、みんな何してるんだろう。ということで、ここで海マックをします。店内でもちろん食べるのもいいんですけど、車で5分で来れるんで、ここでマックを広げて海を見ながら食べれば、もうそこは海マックですよ。よし、食べよう。じゃあ、はい、じゃあ食べましょう。はい、ごちそうさまでした。どうですか、海を見ながらマック。マックと言わずにコンビニで弁当でもいいし、そこら辺の弁当屋さんで弁当でもいいし、あとまあ缶コーヒーとかね、販売機で買ってきてもいいし、そしたらもうここはあなただけのカフェになります。海が見えるカフェ、こんな感じで地元の人も海を見ながらなんかのんびり過ごしてるところなんで、今日は石垣島のなんかのんびりとした情報を紹介しました。じゃあ今日はこの辺でお別れします。ありがとうございました。いつも見てくれてありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録、コメントもどしどしお待ちしております。